どうも、こんにちは。観葉植物のネットショップ、グリーンスマイルの店長の、立花信俊です。今日はですね、プロが解説、観葉植物の夏の管理と、夏におすすめの観葉植物というテーマでお話をさせていただきます。熱帯地方原産の観葉植物は、本来暑さに強いもの。しかし、種類によっては、日本の暑さに馴染めなかったり、温室で適温に育てられた結果、暑さに弱くなってしまった、なんてこともあります。そこで、観葉植物の通販サイト、グリーンスマイル店長の私、立花が、夏の観葉植物の管理方法と、夏におすすめの観葉植物についてまとめてみましたので、ぜひご参考にしてみてください。それでは、画面の方はスライドに変わります。プロが解説、観葉植物の夏の管理と、夏におすすめの観葉植物。まずは、夏の置き場所、屋外、室内から。屋外の場合、夏の屋外なら風通しの良い明るい日陰に置くのがベストです。観葉植物は日光を好むといってもきつい直射日光は苦手な場合が多いです。直射日光は当てず程よい明るさがある場所に置きます。庭の樹木の下や軒下など観葉植物が喜びそうな環境を探してあげましょう。室内ではエアコンに要注意。風が直接当たる場所には置きません。またエアコンで空中湿度が低くなって意外と乾燥するので水やりにも注意が必要です。また屋内でたくさんの植物を育てている場合は風通しの悪さによる蒸れにも注意。適度に鉢を離しておくようにします。夏に観葉植物が枯れる原因、トラブル対処法。直射日光による葉焼け。直射日光に当てすぎて葉が焼けてしまうのは夏に多いです。室内から外に出したい場合も急に強い日光の下に出すのではなく、日陰から半日陰へと明るさに徐々に慣らしていくのがポイントです。また葉の上に水滴が乗っているとレンズ効果で日光が当たると葉が焼けてしまいます。強い日光の中で葉に水がかかると熱くなっている葉を急激に冷やすことになり、光合成をする力も弱ってしまうので注意しましょう。日中の葉水や水やりは控え、朝か夕方にやるのが良いです。エアコンで葉が枯れた。エアコンの風が直接当たらないように置き場所には注意しましょう。長時間直接風が当たると葉が枯れる原因になります。また空中湿度が低下するのでスプレーで葉水をすると良いです。乾燥に特に弱い品種では冷房による乾燥には注意が必要です。強風で葉が傷んだ。気候がいいからと屋外に観葉植物を出すときには強い風に要注意です。強い風が急に当たると葉が乾燥してしまいます。また適度な風通しは好ましいのですが、強い風が吹くと葉が擦れて葉が傷ついてしまいます。風よけをしたり急激な乾燥を防ぐために葉水すると良いでしょう。根腐れした。屋外に置いている場合、特に梅雨の時期は鉢の中の水分が多すぎる状態になりやすく根腐れすることがあります。強い雨が何日も続くような時は軒下などに移動させると良いでしょう。乾燥しすぎて枯れた。他の季節と比べて夏場は鉢土が乾燥しやすい季節。想像以上に鉢の中の土が早く乾燥してしまうことも多いので気をつけましょう。植物の状態や鉢の大きさ、土の種類などによって違ってきますが、夏場は定期的にきっちり給水するようにしましょう。水やりは水が鉢底から出てくるくらい多めに与え、葉水もするといいでしょう。蒸れてひょろひょろに育ってしまった。極端に日当たりが悪いと温度の高い夏場ではひょろひょろに伸びてしまうことがあります。ある程度日当たりの良い場所に移動させましょう。また風通しの悪い場所では葉が枯れ込むことがあります。部屋にたくさんの植物をくっつけておいたりすると蒸れるのでよくありません。風通しの良い場所に移動させるか、鉢の間を少し開けて風通しを確保しましょう。夏の観葉植物水やりのポイント。
夏は土が乾きやすいので少し水やりの頻度を増やしましょう。また水やりの時間帯も注意が必要。夏の日中は土が熱を持ち地中が熱くなっている状態、その状態で吸水すると根が弱る可能性があります。ですので夏の間は朝や夕方など涼しい時間帯に水をあげましょう。それでは最後に夏におすすめの観葉植物をご紹介させていただきます。まずは南国風の観葉植物。夏を存分に満喫したい、そんなあなたは南国リゾート風の観葉植物が夏におすすめです。パキラ、モンステラ、ヤシ、オーガスタ。続いて涼しげな観葉植物をご紹介させていただきます。暑い夏を涼しげに、そんなあなたはクールで涼しげな観葉植物たちがおすすめです。サンスベリア、エバーフレッシュ。以上、プロが解説観葉植物の夏の管理と夏におすすめの観葉植物でした。最後までのご視聴ありがとうございます。これまでの内容は私のホームページグリーンスマイルでもご紹介しています。文字と写真でじっくり読みたい方はサイトの方をご覧ください。動画の下の概要欄にリンクを貼っておきます。またぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。